ヤマトミュージアムに展示されている混合のヤーロー式、ボイラーヤーローシップビルダーズは、ブリティッシュシップビルダーズに統合されるまで続いた、造船会社、ヤーローとも表記する。現在は、近隣の合板造船所を含み、米システムズサーフェスシップス社における主要な造船所となっている。スコットランドのクライド川沿いに位置する。会社は部門化されて、ヤーローの名を残していないが、 スコッツタウンの造船所を指してイエセル造船所と呼ばれることがある。1870年代にアルフレッド・ヤーローによってヤーロー社が設立された。当初、拠点はロンドンに置かれたが1906年にスコットランドのグラスゴーにあるスコッツタウンに移った。第二次世界大戦でヤーローは世界的な駆逐艦の造船会社でイギリス海軍だけでなく海外向けにも駆逐艦を建造した。 ヤーローはボイラーの製造会社でもあり、ヤーローで開発された水管ボイラーは、ヤーロー式として日本海軍でも採用された。戦後、1965年にブリスウッド社を九州合併して、スコッツタウンの造船所が拡張され、翌年には子会社が設立された。その後子会社は、ヤーローの持ち株会社として、ヤーローシップビルダーズとなった。 ヤーローシップビルダーズは1968年にアッパークライドシップビルダーズに加盟した。しかし、1971年に脱退し、1975年にバークレイ・カール社を吸収合併した。1977年、ジェームズ・キャラハン率いる労働党政権は国有化の法律を可決させ、ヤーローシップビルダーズは、 他の造船会社と共にブリティッシュシップビルダーズの一部になった。1977年、保守党のマーガレット・サッチャーが政権を奪還すると、国営企業の民営化計画が始まった。ブリティッシュシップビルダーズそのものの民営化は行われず、一つずつの部門が10年を通して民間に移っていった。ヤーローシップビルダーズは1985年に、ゼネラルエレクトリック PLC の GEC、 マルコーニに売却された。ヤーローシップビルダーズは GEC に再編され、ビッカーズが保有していた造船所を含めてマルコーニマーリン社となった。1987年にはスコッツタウンの造船所はマルコーニエレクトロニックシステムズが保有した。1999年にマルコーニエレクトロニックシステムズがブリティッシュエアロスペースに売却された。ブリティッシュエアロスペースは ベイシステムズに改編され、現在スコッツタウンの造船所は、ベイシステムズサーフェスシップスが保有している。ありがとうございます。